どうも高井です。なぜあなたは負けてしまうのかについて話したいんですけど、日本のね教育とかでもそうなんですけど、自分自身の弱点を補って万能型を育てるっていう教育が日本の、ね、スタイルだと思うんですよ。だけどやっぱり勝ちに食え、ね、やっぱり突き抜けてるものがないと目立たないんですよね。だから長所を徹底的に伸ばすっていう意味でも、まずその一つの小さな枠組み、学校の一つのクラスの中で自分自身が何が一番秀でてるのかってことを考えることってなかなかないじゃないですか。自分自身の長所ってなんだって考えるのって就職活動くらいだと思うんですよ。だけどそういう時になってから考えてもなかなか思い浮かばない。だから普段からじゃあ俺ってこの部活において、例えば野球というものにおいて俺は一体どの分野が強いのかなとか、足が速いのか、バッティングが上手いのか、それとも投げるボールが速いのか、それによってどのポジションにつくか変わりますよね。で、徹底的に足が速いんだったら足どうやったら速く走れるのかっていう技術をね、徹底的にこういう本とか読んで考えたりとかね、これは戦略論系の本ですけど、それでも本とか読んで知識を得た上でトレーニングをするっていうことで、また周りと一歩違った視点がね得られるし、そういう意味でも本を読んでね戦略をね考えてみてくださいね。それでは。